こんばんは、こんにちは、おはようございます。神田野菜です。今日は、午前中ですね、収穫体験で、美穂さんご一行が、収穫体験で、来てくれました。でちょっとね、その収穫体験の前後にこの動画になると思うんですけど、今日はですね、育苗してた、いやそうそう、育苗はほぼ失敗してます。油なんか関係は。でこのレタスとかの、菊花のレタスとかは、いい感じで大きくなったんですけど、もうちょっと大きくしてもいいかなと思ったんですけど、ちょっとね液体肥料とかも何もかけてなかったので、ちょっと肥料切れ起こしてまして、ちょっとねもう早急に植えようということで、もうマルシェもあるしね、来月2週間後にマルシェあるし、来月2回あるので、もう早めにね、レタスを定食していこうと思います。で、こちらがですね、サニーレタス、レッドウェーブですね。で、こっちがロメインレタスになります。で、これが縦長のやつなんで、今お母さんが両際、3畳、ちょっと広め、ちょっと天板が90で作ったつもりが、120ぐらいあるのかな。3畳じゃなくてもいいかな。いいか、もう広めでいいか。贅沢にね。ね。じゃここに、サニーレタス。で、真ん中にロメインレタスで縦長。でサニーレタスもう一回ですね。ちょっと株間がスカスカですけど、ちょっと贅沢に風通しをよくですね、やっていこうと思います。はい、じゃあどんどんお母さん定食してまいります。僕の方はねちょっと、梅土器で土寄せしただけなんで、天板がちょっとまっすぐじゃないので、どんどん鳴らしていきます。天板が鳴らし終わりました。自分も今からですね、水菜と小松菜とロメインレタスと玉ねぎですね、これを定食していきたいと思います。はい、レタスと水菜と、小松菜じゃなくてターサイでした。ここですね、ここ小松菜の株までターサイを植えてしまいました。なので、ちょっとね後々間引いていこうかなと思うんですけど、こちら、もう一回ですね、レタスと水菜、ターサイ、あとネギですね。手前が、和せ種、奥が極和せですね。はい、じゃあ4種類、レタスと小松、レタス、水菜、ターサイ、ネギ、この4種類を定食してみました。はい、じゃあこれで今日の作業は終わりたいと思います。あと最後、まあパパッとじゃがいもの中耕土寄せをして終わろうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。バイビー。はい、ご視聴ありがとうございました。こちらに出てる川越日高のバッテリー YouTube とね、ライブ81にいつも編集中見たり聞いて楽しんでますので、ぜひ皆さんもね、見てくれたら、聞いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。